陽明山中山路七星山北西六の小油興奮気候北投げ区は台北市の四角区の一つ。区内には北投げ温泉や陽明山などの観光地が位置している。北投げ区は台北市の最北端に位置する。東は京都接し、南はキールン川を挟みシリンクと接す。西は日北市の淡水区に接し、北は大田室山や七星山を挟んで、 に北市三芝家や金山区と接する。北投げは、かつて平、保族馬祭族集落、パッタオ社があったところで、パッタオとは、馬祭語で、巫女の意味を持っていた。台北地区で、最も開発が早く始まったところでもある。台湾語音により、北投げと当てられた。1626年から1662年、平、保族とスペイン人。 オランダ人との間で硫黄貿易が行われていた。1697年、イクヒサシ川が北投げで硫黄を採掘した蔡の旅行機、非海金融を記述。帝成功親子が台湾を統治する前まではこの地に漢人が住むことはなかったが、建立帝の初期に先住民より土地を購入し開墾された。高所元年に台北府が置かれ、北統地区は、 淡水区に所属した。日本統治時代の頃は、台北州七世郡北投章と呼ばれた。戦後は、北投げ鎮として、七役に所属した。1947年に七世区が、淡水区に編入され、1968年7月1日に、台北市へ改編され、北投げの地方行政は、台北市政府の直轄となった。その他北投げに関連する、 歴史的出来事七瀬公園から望むに北投げ駅、北投げ温泉博物館エビ入り久サ浮草、北投げの歴史的出来事、北投げ温泉博物館パンフレット、日本語版、台北市政府文化局。ありがとうございます。